はい、どうもこんにちは、松井塾の松井です。本日のテーマは受験当日に向けての心構えということでお話をさせてもらいましょうという形になります。はい、まあ標語みたいになって申し訳ないんですけれども、受験は家を出るところから始まり家に帰って終わる。これ覚えておいてください。いいですか？受験は家を出るところから始まり、家に帰って終わる。ここまでになります。よろしいでしょうか？皆さん大事なことになってくるんですけれども、受験に対しての心構えっていうことに関して言うと非常に浅いですね。非常に浅いという形になります。でね、まあこれは私がまあ博打とかやってるから余計そう思うのかもしれないんですけど、勝負は下駄を履くまでわからないっていう話になるんです。で、それってすごくわかりやすい範囲になるんですけど、要は家を出るところから始まります。家を出る、一歩出るところからもうスタートが始まるわけです。いいですか？で、そこからもう受験当日の生徒なわけです。いいですか？きちんと大学の会場まで、要するに到達ができますかということです。いいですか？きちんと大学の会場まで到達できますかという形になります。よろしいですね。で、まず、受験当日ね、要するに心構えとしては、まず家を一歩出ますということになります。そして、受験会場に着きました。で、受験会場に着きました。受験問題を解きました。いいですか？受験問題を解きました。で、できてもできなくてもしっかり家に帰ってこいということです。いいですか？しっかりやってできました。よっしゃって今日できたなって思っても、いいですか？思っても、できなかったなって、マジどうしようっていう風な状況になって、どっちでも結構です。いいですか？どっちでも結構です。必ず家に帰るまでが、家に帰ってようやくそこで受験が終わりです。いいですか？これは、面接の試験の時でも、作文の試験の時、私立併願、私立単眼入試だろうと、併願優遇校だろうと、どんな状況でも基本的には同じになります。いいですか？どんな状況でも、どんなに難しい学校だろうが、練習台の学校だろうが、どっちでも一緒です。いいですか？受験で手応えがあった。手応えがあったら、よっしゃーって受かれてた。それで交通事故にあったらどうするんだって話です。ね。それで交通事故にあったらどうするんだって、東大の合格発表を真で受け取ることになるのかって話です。極端な話言うと。だから、何回も言うことなんですが、何回も言うけど、受験は家を出るところからスタートです。いいですか？それで、面接を受けました。ね。ハキハキときちんと受け答えができました。ね。一生懸命受け答えすることができました。よかったなと、うち帰りました。ね。うち帰ったら、そこでまた、そこで一旦終了という形になる。その後はまあ、ポテチ食うかなんかご飯食りゃいいんですけど、何にしてもいいんですけど、問題になってくるのは、受験の当日っていうのは、家を出るところから始まって、家に帰ってきて、ここでゴールというふうな形になります。よろしいですか？勝負は最後までわからないんですよ。勝負は最後までわからないんですよ。たとえ入試で満点取ってたとしても、帰り道で事故に遭ってたら、それは負けなんですよ。いいですか？帰り道で事故に遭ってたら、次の国立だったりとか、私立の他の学校、本命校を受けるところの前の段階でとかで、失敗したら意味がないというふうな形になるわけですね。だからもう一回言いますが、受験は家を出るところから始まって、家に帰るところまでで終わるんです。だから私も定期テストの時に必ず言いますよね。必ず言いますよね。きちんとやるべきことをやって、やるべきことをやって、定期テストに向けて、きちんと対策を積むと。そして、定期テストを受けに行く。受けに行って帰ってくるまでが、そう、当日の、要するに定期テストの勉強だって言ってるのはそういうことですね。それは受験当日に向けての練習というふうな形になります。よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。